主年なう、浅川図です。くだらないもの工房の匠です。リクルートが運営する結婚情報サービス、ゼクシーは、12月1日、JR 渋谷駅近くで、同性カップルや事実婚のカップルを起用した広告の設置を始めたということで、<う>これね、ゼクシーが、えっとね、今年30周年の節目だったんだって。 へえ。で、キャッチコピーを、あなたが幸せならそれでいいっていうふうに、まあ一新し、まあ、初めて性的マイノリティの、えー、当事者を広告に起用したっていうことで。あ、初なんだね。これね、ちょっと後から出てくるんだけれど、なんかその事実婚を含む特集をやったりしてるんだって、もうすでに。ほう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 。 普通に結婚する人を減ってきちゃったから、商売として。あそうか、成り立たないのか。<laughs> 同性カップルとか事実婚の人たちをターゲットにしてるのか、まあ、あとはあれだよね。あんまりこう、普通のそういう男女カップルばっかりをやってると、まあ、広告とかクレームがつく可能性があるから、選定、うん、を打って、その多様性で出してみたのかっていうね。はぁ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 。 確かに新規客も呼べるし、その、まあ、マイノリティ側からのこのクレームみたいなのも防げると思うんで、いいんじゃないですかね。ちょっとま、書いてあるんだけれど、同性カップルが挙式する場合、親だけではなくおばあちゃんへの説明が大変だったとか、えー、結婚式場から冷たい反応をされて心が折れたという話を聞きましたと。目の前で結婚式を諦めている人がいる。それがこのキャンペーンを考えた始まりですっていうことで、 そういう人たちのも、ね、当然、応援をするっていうんで、まあ雑誌でこういうふうに特集を組めば説明しやすかったりとか。まあそうですね。その、結婚式とか結婚とかに関する、まあ第一線の雑誌なんで、そこがこういうことを認めてるんだったら結婚式場もやらざるを得ないみたいな。 のはありますよね。これでもあれなんだね。その結婚式場側からもこう冷たい目で見られることなんてがあるんだね。ねえ。お客さんとして見ればそんな態度にはならないと思うんだけど <laughs> そうなのよ。だって大口のお客さんよ、結婚式場なんて。ねえ。ましてや、こんだけ結婚式をあげる人が少ないんだから、同性でも何でも結婚式あげてくれるんだったらありがたいと思うんだけどな。もうやるだけやってくれるよね。それこそあの、ほら。 初音ミクと結婚した人とかいるじゃないですか。あああの人も式あげてたんだっけそう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 。普通にね、顧客としてはありがたいことだとは思うんだけどね。うん。なんでもいいからね、って。まあまあ、なんかしら、その式場のこだわりみたいなのもあるんでしょうけど。うちは、その格式が高いんでそういうのやられるとみたいなのもあるんかもしんないけどね。<laughs> うん。結婚式自体がもうだいぶ上げる人少なくなってると思うんで。そうなんだよね。結婚っていう、ジャンル が、多分今、お金が回りにくくなってると思うんですよ。昔に比べたら。お金をかける人が減ったよね、まずね。減ってるし、なるべくお金かけないでやろうっていう方が多いじゃないですか、今って。うそういうのを増やすためにも、その結婚業界を。 盛り上げるためにってのも結構あるんでしょうね。そうだね。まあ、ゼクシー自体はやっぱりね、そこと直結してる商売だからね、うん,うん。その人を選んでる場合じゃねえっていうところはあるんじゃないかな。うんうん、で、あとは、今年の4月に事実婚にスポットを当てた特集を組んだんだって。ほう で、えー、夫婦別姓のためには法的には結婚しない事実婚を選んだカップルの声や、えー、事実婚と法律婚の違い、事実婚に関する手続きなどを紹介したっていうことで、えー、読者の方からは、名字が変わったり、新郎の名前を必ず先に書いたりする文化が気になっていたとか、えー、<laughs> 多様なあり方を打ち出してくれて嬉しいっていうだ、反響が多かったんだよね、そういう特集をしたらっていう。まあ,まあまあまあそれはそれでよしとして、まあ、名字が変わるのはちょっとめんどくせえなとは思うんですけど、新郎の名前を必ず先に書いた するるる文化ってこれ気になな人いるんだよなんかさそういう連名というか2人で書くきってやっぱ男女って順番になってるかまあまあ大体なってるっゃなってるでしょうねただそこになんかこれ順番がなんでこっちなのよっていうふうには俺全然考えたことなかったまあでも気になる人は気になるだろうねはあ大変ですね まあ、あとはだから、苗字がっていう話だね。その事実婚でっていう。だそういうの、まあ、特集を組んでたんだけれど、今度はもう大きく広告でこれをバッチリえ、結婚してる男女カップルのほかえレズビアンカップル、ゲイカップル、ジズ婚の男女カップルが登場するっていうことで、いろんなタイプのカップルをあれなんだね。この広告に起用してんだね。うんうん、だからもう、結婚だけじゃなくて、もうカップルっていうものだったら何でも OK にしちゃえば、ちょっとこう、裾野が広がる感じしますね。これはさ、一昔前に、 多分ゼクシーだったと思ったけど、あのテレビ CM かなんかで、うん、1あの一人でも幸せになれるこの時代に、それでもあなたと結婚したいのですみたいなのが、すごい反響があったんだよね。これやっぱり、独身は寂しいから結婚しようみたいな広告の打ち方だともうだめなんだよね、それが通用しなくなってきてんだよね。そうね、それでなんか、ああ、じゃあ俺も結婚しようかなとはならないんでしょうね。なんなくなっちゃったんだよね。まあそのうん、うん 北風と太陽の話みたいな感じだけれど、<laughs> 焦らせて結婚を促すのはもう効かなくなってんだよね、みんなね。うん。そうじゃなくて、独身も最高だけど、まあ、結婚してみるのもいいかもよぐらいの、こう、<laughs> ちょっとこう軟化してきてるっていうかな。<laughs> なるほどね。まあまあまあ、いいんじゃないですか、そういう方が。まあまあまあ、うん、広告の打ち方としては、うん、すごい正解なんじゃないかなと思うし、うんうん、なんかさ、 これに腹を立ててるような人も、まあ中にお年寄りとかで。まあいるんでしょうけどね。男同士でコッペタをくっつけてるような広告載せてんだって怒る人もいるんかもしんないけれど。うんうん。もうそんな時代じゃないじゃない。そうなんですよ。時代がもうそこを取り残されてますよってなっちゃうんで。まださ、うちらみたいなさ、北関東の田舎だとないけれどさ、うんうん、都内とかいると全然そのね、ゲイのカップルとか普通に歩ってたりするもんね。あ、もう全然。 まあ、違和感なく言いますよね。なんか昔はさ、ほら、そういうの新宿二丁目のイメージがあったけど、全然今ね、その若い感じの人が渋谷とかさ、原宿とかで腕組んだりさ、して歩いてても、うんうん、で、別に、全然それも嫌な感じじゃないしね。ね別に違和感ないし、あの、女の子とかでもね、あの腕組んだままデートしてるのとかよく見かけるんで。そう。その辺はやっぱり東京進んでるよね、やっぱね。 まあ多様性認めてるっていうのがやっぱ一番強いですよね。まだ多分田舎だとそういうのをこの周りの目が気になってできないんじゃないかな。ね、あやっぱこっち戻ってきて、 奇抜な人とかいねえなっていうのはやっぱ思います、ね、<laughs> そうだね。ファッションとかも含めてね。うん。うんだそれがね、こういうふうにまあリクルートみたいな大きいところが、あの全国紙でそういうの売ってくれるのは、うん、いいことなんかなと思うかな。うん。ね、これはどんどんやってっていいんじゃないですかね。結婚やらカップルやらの第一線の一番売れてる雑誌がこういうふうに先頭を切ってやってくれるっていうのは、LGBT カップルとかからしても、 いいんじゃないですかね。あとはまあね、さっきの話になるけど、その結婚式場みたいな場所でね、うんうん、ちゃんとこう認められる感じに、まあ、ゼクシー的にはね、一番そこのね、結婚式場とかのつながりがある雑誌だと思うから、うんうん 一般の人よりまずあれなんだろうね結婚式場の人たちを説得したいんだろうね。<laughs> まあ、それもあるでしょうね。こんだけもう渋谷とかに看板を打ち出せるぐらい、その、うんうん、なんていうかな、いわゆる性的マイノリティの人たちが結婚式挙げるのも普通なんだよっていう。そうなよ。大丈夫よ。 っていうのはやってるでしょうね。それをやってかないと、本当にね、あのお金が回んないっていうのは出てきてるんかもしんないね。うん。業界が回んなくなってきちゃうと思うんで、そのうち。ちなみに、渋谷は日本で初めてパートナーシップ制度導入したとこなんだね。なるほど、なるほど。2015年っていう書いてあるんで、まあそういうことも含めてやっぱ渋谷で宣伝を打ったっていうのが。うん,うん。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。創刊30周年か。 すごい。そんなやってんだ。あれ、ゼクシーってあれですよね。防弾チョッキーみたいなやつですよね。防弾チョッキー <laughs> なんか、めちゃくちゃつい分厚すぎて。そう,そうそうそう。<laughs> そういうことね。うん。 あこれさえあれば弾が貫通しねえみたいな雑誌ですよね。ゼクシーを胸の中にしまってたら銃で撃たれても助かったみたいな感じになるってこと最近タウンページだと心もとないんで。ああ薄くなってきてるからね、<laughs> タウンページ、ねね。薄くなっちゃってるから。ゼクシーなんてもう読んだことないからどんな雑誌なのかさっぱりわからないですけど。結婚式場には必ず置いてあるとは聞くけどね。 あ、やっぱそういう、もう代表する雑誌なんですよね、きっとね。そう,そうそうそう。このさ、同性婚の人たち。うん。 ももうやっぱり結婚式をあげたいんんなんですかね、うん、そのやっぱり認めてもらいたいっていうんでその親戚とか集めたりする人もいるだろうからねああそっかそっかゼクシー的には確かにそういうところをターゲットにしていかないとこれから結婚式の事業っていうのは先細りになっていくだろうからうんまあそうねだからここでちゃんとこの時代に合わせていろいろできるっていうのは強いですよやっぱ これはでもこれからはあれかもしんない。結婚業界だけじゃなくて、あらゆる商売でも、そのいわゆる LGBT っていう顧客層を頭に入れとかないと、商売につながんないとかってなっちゃうかもしんないよね。まあ、それはちょっとありますわな。この間ちょっと北海道とか遊び行った時にさ、うんうん、バーみたいなとこ行ったんだけれど、LGBT フレンドリーみたいなのをこう掲げてると、うん、外国の人がすごい来やすいんだよね。そうなんだ。 多分ほら、日本より向こうの方が LGBT って進んでるじゃないうん,うん。ってなった時に、日本に来た時に、そういう部分で差別されたら嫌だから、ちゃんとその、LGBTOK、OK、ですよって歌ってるお店にやっぱ選んでいくみたいなんだよね。あねあ、まあ、その、マイノリティの人からしたら、 自分らを受け入れてくれるか受け入れてくれないかが分かんないっていうのはまあまあ一個怖いでしょうからねあれだからさ、あのグーグルマップとかでお店調べると、ちゃんとその記入してあるとこはあるんだよね、あうちは LGBT フリーですみたいなのは、の記入欄みたいなのが多分あるんだと思う。ははははあれとだからあれ一緒じゃない、あのなんだっけ、ハラルフードだっけ、イスラムい。うちはちゃんとそれ認証を受けてますっていう、なんかこう。 記号みたいな合図みたいなのがあるのかもしれないね。なるほど。まあなんかあのレインボーフラッグみたいな、ね。そう,そうそうそう、レインボーフラッグみたいな。あれをだから、ひょっとしたらお店の前とかにシールみたいな貼ってるのかもしれないね、そういうところってね。はははは ハラルフードの時ありましたけど、あの、うちはハラルやってますって言ってやってなかった店とかあるじゃないですか。多分そういういのも出てくるでしょうね、ね <laughs> まあ、そうだね。うん、あの、客を呼びたいから貼ってるだけみたいなね。貼ってるだけで、実際入ったらめちゃくちゃなんか冷たい目で見られたみたいな。そういうのも出てくるかなって気はしてますね。トラブルの原因になっちゃうね。うん。っていう。うん、まあ、こういうふうにね、だから大手がそういうふうにまあやってくれると、もうちょっとね、こう意識が変わるというかな。うんうん。 今回は本当にこの一番大手が先手を打ってくれたっていうのは一個良かったんじゃないでしょうかね。これがね、なんかまあ不思議だなって思うのは、このゼクシーがそれをやってるっていうのがね、うんうん、今までってその男女のカップルを推し進めていく情報媒体だったわけじゃない、ゼクシーとかって。はいはい それでやっぱそれだけじゃもう無理だってなってやっぱこっちに来てるというのかな。相反する顧客層だったはずなんだけども、そういうことを言ってられる感じじゃないんだなっていうね。まあそういうのもあるでしょうねきっとね。ということでね、今回ね、ゼクシーがこの同性カップルを初めて広告に起用ということで、えー、このね、12月1日からね、渋谷駅の近くで広告出してるということでございました。<music> くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の、えー、入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡ください。よろしければチャンネル登録お願いします。